引退を発表したドクターイエローが博多駅に到着しました。線路の点検などを目的とした黄色い新幹線の車両ドクターイエロー。運行スケジュールを公表しておらず、めったに見られないことから幸せを呼ぶ新幹線と呼ばれています。車両の老朽化に伴い、 JR 東海では来年1月に、 JR 西日本では2027年をめどに運行を終了します。博多駅のホームにはその姿を一目見ようと多くのファンが駆けつけていました。絶対連れてきたいと思ってたんで良かったです。もう親の方が興奮しました。ドクターイエロー引退後の検査作業は新幹線の別の車両を使って行う計画だということです。